ローマが25日、チェルシーを退団した33歳のモトス、イン代表 FW、ペドロ・ロドリゲスが、チームに加したと発表。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。クラブの発表によると、2023年6月までの3年契約にるという。ペドロは、ローマの公式サイトを通って、このローマに来れて嬉しい。この一報に興しており、今後のシーズンで目標を達成する目に競争することに今からワクワクしていいよ。ファンの歓迎にも感謝している。彼らを幸にしたいとコメントしている。2015年8月にバルセナからチェルシーに移籍したペドロは2016-17シーズンのプレミアリーグ優勝、2018-19シーズンのヨーロパリーグ制覇に貢献し、今季は公式戦23試合で2点3アシストを記録していた。今季限りでチェシーとの契約が終了したため、ローマに加入る際に移籍金は発生しない。両。